日南市下塚田地区の公民館。そこで広げられていたのはたくさんの鯉のぼり。毎年恒例、田んぼを泳ぐ鯉のぼりの準備です。およそ5ヘクタールもの広さに見栄えがするよう鯉を泳がせるには、ロープの長さも鯉のぼりの数もかなりのボリュームが必要。地区の男性14人で黙々と作業をしています。下塚田の鯉のぼりも17年目ということで、古いものはもうボロボロ。お腹のとこがもう全部だいぶ裂けてる。もうかなり傷んでますよね。もうそろそろ引退やろ。新しく購入もしていますが、資金面が大変なので家庭からの寄付も募っています。しかしなかなか集まらないそうです。よく焼けしてるんですよ。けどまだそこまで PR が足りないというか、もう鯉のぼりを上げる家庭がもう今あまりないから、そういう協力できる人はあれもらえればですね、第二の人生をここで余生を過ごしてもらえれば。子供がいないので少しでもこう賑やかになるようにですよ。嬉しいじゃないですか、小さい子供を見ると。そういう子供たちがこう来てもらってですよ、みんなでワイワイと風になってもらいたいなと思ってですね。元気でこの地区はずっと存続できるように願ってですね、ちょっと地区外の方から鯉のぼりを一人でも多く見に来てもらって、この地区はいいところだなって思ってもらえば幸せですよね。はい、鯉のぼりあげます。はい、鯉のぼりをあげるのはすでに田植えを終えた水田の上。幼い稲を傷めないように人海戦術で少しずつ田んぼの上にロープを渡していきます。半日かけてやっと3分の1をあげ終えました。これ今日何時までかかりそうですかね。夜中までじゃない。夜中まで。幼稚園の子供たちが下塚田にやってきました。重くないよ。あ、鯉のぼりだ。これ見て、ピンクだ。子供たちの目に映っていたのはたくさんの鯉のぼりの姿。地区の人たちと一緒に子どもたちが結びつけているのは、田んぼの中心を通るメインストリートの鯉のぼり。これをあげると田んぼを泳ぐ下塚田の鯉のぼりが完成です。かっこいいです。かわいい。鯉のぼり上がったよ。どうにか上がりました。皆さんのおかげでです。よかったですね。地区の皆さんに感謝です。見てもらうのをやっぱり意識しながらやってるんで、少しでも見栄えがいいような。出来栄えはどうですか？申し分ないと思います。見に来てください。日南市役所スキー。